はいどうも、メンヘラロジさんです。えっ、ー、と、まあ、週末入りまして、えー、週明け、えー、ボーナスでございます。で、まあボーナスの金額とかね、まあ、前も言いましたけど、非公開にしようかと思ってますが、まあ,あの、要望があれば、えっ、ー、と、ゆきちさん、何人だよみたいなぐらいで、えっ、ー、と、テニスでやるプレイの人数かける何人とか、なんかラグビーの人数とか、なんかまあそんな感じで、 言おうかなぐらいでは思ってます。で、えっ、ー、とですね。 まあ、あのー、最近、ええー、ご飯食べに行ったところで、えっ、ー、と、なんか、まあ、YouTube やろうかな、みたいな話をしてたので、まあ、その話にですね、あのー、おっさんも混ぜてもらって、ええー、いろいろ話してました。で、なんか、まあ、お客さん関係で知ってる人っていうか、まあ、知り合いベースでは、なんかこう、演奏してる人で1万4千人いるとか、なんかどっかの商工会議所の会長さんで、あのー、バーやってて、なんかその、なんでしょう。 えとまあ言うたら、えー、オリジナルのドリンクとかカクテルとかなんかそんなのを出したりしてて5,000人いるとかっていうのはあ聞いたんですけれども、あのー、そういう人たちを参考にしたらと思ったんですけどまあ多分そういう人たちってもう、えー、と忙しいんだと思うんですよね。1万4,000人1人はいて1人は5,000人ぐらいいてっていう状態なのでまあ聞くのにちょっと。 まあ、間があるというか、まあ、間に何人も挟まってるのか、あるいは直接その YouTube のことを聞けなかったりとか、あと、多分ね、まあ、おっさんと、おっさんの話を混ぜてもらったのはですね、多分やり始めやからというところもあるんだと思うんですよね。100人超なんですけども、ゼロから100がやっぱ難しいし、どういうコンテンツでまずそもそもやるのかとかっていうコンテンツ設定とか、ああ、っていうのは、なんか っていうんですか、ね、こうアイデアベースで出せるって言ったら出せますしえっ、ー、とまあ言うたら身近ですから聞きやすいっていうのがあったんだと思うんですけどもなんかいろいろお話しててて定点カメラつけてやるとか、まあ、私あのお店の女の子と、まあ、常連さんでなんかお悩み相談みたいなのやってるお悩み相談じゃないですけどそのやり取りがちょっと面白いからあそれを出してみようかとか。 あのまあなんかお金になるかならないか分からへんけどもその、えー、まあ私やったらフワッチとかそういう、えー、とライブ配信みたいなんでねやりながらあのバ,バーとかでね,ねその方を相手にしながらですね、えー、なんかお投げ銭もらったりしているサービスもあったりするからそんなんもどうみたいな提案をさせてもらいましたまあ結局うたまあ,あ定点カメラでやるとうなんていうんですかねコンテンツのところをどうするかみたいなそ切り方どうするかによって編集さ 作業が必要になってきたりするので、まあ、そこら辺は検討せないといけないのかなとは思ってるんですけれどもなんかこうやろうっていう風に考えるその、えっと柔らかさっていうのはやっぱり個人店ならではなのかなという風に思った次第でございますで、えっと、おっさんもですねそこのお店で別に YouTube 撮影してもいいを言われてるんで、えー、空いてる時間帯にですねまた行って撮れたらなぁとは思ってますしご飯も多分撮っていいと思うんですよね。 で撮っていいと思うんで、そういうお店紹介みたいなものもで、えー、やっていければなあと思った次第でございました。だからまあええー、と。ぐっさんが行きつけのお店でえー、まあちょっと youtube やろうか。という話と、えっ、ー、と。そこで別に撮影してもいいよ。っていう許可取れたというところとまあ。 あとは YouTube についてですね、グッサンの方からもいろいろ案出しさせてもらったのであ、ああやっててよかったなというところでございます。最近ね、結構楽しいんで、やらせてもらってるような気がします。以上です。